1960年6月15日、国会議事堂周辺は10万人を超すデモ隊で埋まった。与党自民党は衆議院に警官隊を導入し、野党の議員たちを排除した上で、アメリカとの安全保障条約を強行採決した。時の首相、岸信介は1ヶ月後辞任した。条約に反対する人々のデモが、この日も国会を囲んでいた。午後7時、一人の女子学生がデモの最中に死んだ。東京大学4年生の神場美智子、22歳だった。この60年安保闘争の敗北後、日本の学生運動の中心は共産党や社会党と完全に袂を分かち、内部で分裂していった。1966年5月、中国共産党では毛沢東による権力闘争、文化大革命が始まった。その主役は大学生や高校生だった。日本では7月、政府が国際空港の建設地を千葉県成田市の三里塚に決定、一方的に土地の明け渡しを命じた。そしてこの時、全国の大学で学費値上げ、学生会館の運営、職員の不正などさまざまな問題が噴出し始めた。すべての学生諸君、今この明治大学は教育の場ではなく出経の場になろうとしている。大学本人にとって我々学生はもはや教育の対象でさえなく収入の対象に過ぎないのだ。そもそも授業料は卒業まで変わらないはずではなかったのか。納められないものは一体どうすればいいのか。学長の小出や理事長の武田は我々学生から学ぶ権利を奪おうとしている。明治大学の学費値上げ反対闘争は敗北した。学生自治会のリーダーが密かに学校側と取引をして学費値上げ案を受け入れたためだった。しかし全国で起こりつつある大学紛争はある政治党派を復活させた。60年安保闘争で重要な役割を果たした共産主義者同盟、略称文徒だった。明治大学を拠点の一つにした文徒は、系統が異なる中核派、解放派などの学生組織と手を組み、いわゆる三派系全学連を組織した。この年から翌年の68年にかけて、学生運動はこの三派系全学連を中心に展開していく。私、昼間はキリンビールに勤めてるんです。母は昼の学部に行けって勧めてくれたけど、私幼い頃に父を亡くして母の苦労を見ているから負担をかけたくなくて、あまり活動できないかもしれません。実はね、私もキッコーマンで働いていたのよ。10月8日、佐藤市長のベトナム行きに反対する学生たちが機動隊と激突した。死者1名。彼らはさらに戦闘的になった。
1968年、日本は高度成長の頂点に立ち、アメリカに次いで世界第2位の経済大国になった。だが数年前にいくつかの大学で始まった学校側と学生の対立は、今や数多くの大学に広がっていた。この年から翌69年にかけて、紛争を抱える大学は全国で112に上った。その中にどの政治組織にも所属せず活動する者たちが現れた。ノンセクトラジカルと呼ばれる無党派の学生たちだった。陛下、ベトナム戦争を歴史的な軸として、中国では文化大革命が権力を解体しつつある。フランスでは五月革命、カルチュラタン闘争がドゴールを追い詰めた。アメリカではベトナム反戦運動と黒人公民権運動がジョンソンを退陣させた。世界で同時に資本主義からの脱却が始まったってことや。今や世界は革命への過渡期にある。各国で起きていることが同時に一つの世界革命、つまり世界革命戦争を引き起こしつつあるんや。この革命戦争は防御、対峙、攻勢という発展的構造を持ち、ベトナム戦争はまさにその対峙段階なんや。ブルジュアによって仕掛けられたその対峙段階から、プロレタリアートが主体となる構成段階を創出することが我々の革命的任務なんや。1968年10月21日、国際反戦デーのこの日、学生と市民が新宿の繁華街で警察と激しく衝突した。米軍の横田基地へジェット燃料が補給されるのを阻むためだった。この夜、その燃料輸送の実力阻止を訴える学生たちは新宿駅を占拠、警察は騒乱罪を適用した。暴動を鎮圧するための法律だった。1969年1月18日早朝、東京大学の本郷キャンパスに約8500人の機動隊員が入った。安田講堂とその周辺の建物を占拠する全教頭の学生たちを排除するためだった。学長代行の加藤一郎は文部省からその年の入学試験を行う最終的な条件として、バリケード封鎖の解除を求められていた。安田講堂の封鎖を支持する学生たちによって、お茶の水駅周辺の大学内にバリケードが築かれた。いわゆる神田解放区闘争だった。激しい抵抗により、安田講堂に籠城する学生たちの排除は翌19日に持ち越された。さらぎさん、あんた東大の件どう総括してるんや。大学闘争は衰退的局面に入った。大衆運動の基盤としての大学はすでに消えつつあり、今後は労働者市民が闘争の中心的な役割を担うだろう。したがって彼らを巻き込む広範囲な街頭闘争によって大学闘争を乗り越えていかなければならない。僕が聞きたいのはそんなことやない。あんたあの時高原たちに
機動隊が入る前に安田高度から出ろって言うたやろ。そのまま出とったら分とは敵前逃亡したことになったんだぞ。角丸のような笑い者にならずに済んだんは高原やアラがあんたの指示に従わんかったからや。あんたの状況判断間違ってたんや。安田高度への籠城そのものは戦闘的なプロパガンダに過ぎない。それは今でもそう思ってんだ。政治局の指示に従えないのならお前たち責任取れるのか。なしおみ君、これ以上分派活動を行うんだったら政治局を辞めるんだな。そんな問題はない。去年の 10.21 以降の戦いをどう総括して今度の428にどう取り組むか、それが問題なんや。政治局の方針は決まってる。大衆運動としての武装闘争だよ。いや、精鋭的な部隊による武装蜂起がなかったら意味がない。今はまだ革命的高揚期ではない。武装蜂起なんて早すぎる。なし、尾身君、そんなに跳ねるなよ。そんなこと言ってて革命ができるのか。今度の428はあらゆる武器を使ってやるべきだ。みんな死ぬ気でやってんのや。あんたら革命がない。なんだろう。4月28日は17年前にサンフランシスコ講和条約が結ばれ、アメリカによる沖縄の統治が始まったことから沖縄デーと呼ばれていた。この日東京では沖縄の返還、安保条約の破棄を求める集会が開かれ、10万人余りが参加した。全国から集まった学生や一部の労働者は中央官庁が並ぶ霞ヶ崎選挙を叫び、東京駅から新橋駅の線路上を歩いた。だが機動隊の壁は厚く、行方は阻まれた。その結果をめぐって分と内部では見解が完全に割れた。塩見たち関西派は軍事路線を主張し、さらぎ議長を中心とする関東派はそれに反対した。対立は決定的だった。7月2日、さらぎたち関東派は赤軍派の結成に動き出した関西派の解体と塩見たちの追放を検討し始めた。連れてくれ。おい、サラギさん、サラギさん、サラギさん。シマ、こんなの革命じゃないよな。Get out!
私も赤軍派なのよ。拉致しなさいよ。重信は頼むからここに残っていてくれ。お前ら自分たちのやったこと分かってんのか。サラグ議長はあんなめちゃくちゃにしやがって。サラギさんはな、意識不明の重体でパクられたんだぞ。何が叫ぶんだ。叫ぶんだって自己批判しろ。関西とっとと帰れ。帰れないんだったらコンクリート詰めにして東京湾に埋めてやるぞ。この野郎、黙ってねえで何とか言え。この野郎、これでも受けパボは持てないぞ。関東派は市長たちを人質に取り、関西派に解散と自己批判を迫った。しかし残った関西派の幹部たちはそれをはねのけた。関東派には市長たちをそのまま監禁し続けると警察の介入を招くのではないかという不安が高まった。だが関西派が条件を飲まない以上、塩見たちを解放する大義名分も立たず、彼らの存在を持て余すようになっていた。先行くぞ。全国に拡大した大学紛争に、翌年の日米安保条約更新を危惧した与党は、1969年8月4日、大学の運営に関する臨時措置法を強行採決した。この法律により、文部省は紛争中の各大学に閉校や廃校を示唆、警察力による大学自治への介入が始まる。戦争宣言、ブルジョワージー諸君、我々は君たちを世界中で革命戦争の場に叩き込んで一掃するために、ここに公然と宣戦を布告するものである。そう、我々はもう騙されはしない。君たちにベトナムの仲間を好き勝手に殺す権利があるなら、我々にも君たちを殺す権利がある。そうだ、君たちにブラックパンサー同士を殺害し、ゲットを戦車で押し潰す権利があるなら、我々にもニクソン、佐藤、キッシンジャー、ドゴールを殺し、ペンタゴン、防衛庁、警視庁、君たちの家々を爆弾で爆破する権利がある。行きなー。いつまでも君たちの思い通りになると思っていたら大間違いだ。その通り、万国のプロレタリア団結せよ。革命戦争宣言をここに発する。プロレタリアート諸君、全団塊発起、世界革命戦争に勝利せよ。勝利せよ。11月5日早朝、山梨県
大菩薩峠の山小屋福ちゃん荘で赤軍派のメンバー53人が一斉検挙された。彼らは大学のワンダーホーゲル部の合宿を装い、前日から近くの山の中で爆弾を使う軍事訓練をしていた。訓練の目的は首相官邸の占拠だった。この日、結成から3ヶ月足らずの赤軍派は壊滅的な打撃を受けた。11月17日、佐藤首相は日米安保条約の延長を話し合うためアメリカへ出発した。この訪米を阻止するための闘争が繰り広げられ、2093名が逮捕された。お久しぶりです。ドライヤー、板金工場に潜り込んで労働者を組織化してます。労働者の組織化なんて言うて、本当は何もしてないし、行くとこもないんと違うか。復帰したいそうだが、本気か。はい。大菩薩で上野と八木がやられた。その後花園もやられた。残ったのは俺と塩見さんと高原ぐらいだ。とにかく人が足りない。7.6、敵前逃亡、自己批判しろ。きちんと自己批判して一兵士としてやり直すなら許してやる。 お願いします。何でもします。おい、次は日和だよ。困ります。3月31日、タミヤ・タカモロら赤軍派9人が日本で初めてのハイジャック事件を起こした。彼らの目的は秋の武装蜂起のために北朝鮮へ渡り軍事訓練を受けることだった。淀川ハイジャックの成功に恐れをなした警察は赤軍派のメンバーとみなす人間をなりふり構わず逮捕していった。その数は200人を超えた。赤軍罪という言葉が生まれた。高原、凶器準備集合罪で逮捕する。1970年6月23日、日米安保条約は自動的に延長された。条約は発効後10年経ったこの日から、どちらかの政府の意思表示により1年以内に解消できた。しかし、日本国内の基地をアジアの軍事拠点とするアメリカにも、アメリカへの輸出によって経済を支える日本にも解消の意思はなかった。日米安保条約はいつしか日米同盟と言い換えられるようになり、現在に至る。三重子、高原君がパクられたのはあんたのせいじゃないよ。公安の罠だったんだ。元気出しなよ。風が強いわね。
でも私はダメ。どうしても引きずっちゃうわ。みんないなくなっちゃったんだから、私たちが頑張らないと。なんとかしなくちゃ。頑張ろう。なんとかなるわよ。あ、待たせたな。いらっしゃい。あ、久しぶり。久しぶりね。ありがとうございます。革命左派は中国で進行中の文化大革命に同調する川崎横浜のグループから武力闘争を唱えて分離した集団だった。彼らがこの日交番を襲ったのは警官の拳銃を奪うためだった。計画ではその拳銃を使って裁判所の送迎バスを襲い、逮捕を起訴されていた最高幹部の川島剛を逃亡させる予定だった。だが結果は活動家の射殺に終わった。日本で左翼の活動家が警官に射殺されたのは戦後初めてだった。私たち革命左派はこの間政治ゲリラ闘争を持続的に展開し、アメリカ帝国主義の存在を暴露してきました。米日反動の日本人民支配はまさに全国に張り巡らされた米軍基地によってなされています。したがって米軍基地への攻撃こそが政治ゲリラ闘争の根幹です。昨年の 11.21 日米共同声明は反共反中国を軸とするアメリカの外交戦略を日本が追認するだけではなく、大東亜共栄圏の復活を目論む日本反動の新たな侵略意図の露呈以外何者でもありません。私たちの反米愛国闘争はこういった情勢の中で打倒すべき敵を明らかにし、日本革命の実現、民族の真の独立に向けた一歩を確実に歩んでいます。そして芝野同士の英雄的な戦いによって、私たちは今や人民の新たな結集を勝ち取ったのです。我々赤軍派はこの間過渡期世界における共産主義運動は世界革命戦争であると規定して、一貫して連続放棄と国際根拠地を追求してきた。一気的な権力奪取としての放棄はそれは即決戦の陣形であり天の概念であるのに対し、革命戦争は持久戦の陣形であり長期の過程を経た敵権力粉砕、革命権力樹立という性格を持った極めて連続的な概念である。この連続放棄を勝ち取るものとして我々は世界と世界赤軍世界革命戦線の人権構築をこの対峙段階のメルクマールとしている。我々はこれを党が軍を作り、軍が党を作る武装闘争として展開していく。我々はその権力によって虐殺された芝野同士の意思を断固受け継ぐつもりです。森さん、もし赤軍派に銃があるならばそれを譲ってもらいたい。我々赤軍派も集中的な弾圧を受けてるけれど、そちらも相当やられてるんじゃありませんか。まあお互いウルトラ過激派なんて呼ばれてる身の上ですからね。なあ。
政治局が崩壊した以上、武装闘争は党派としてではなく、それぞれが独立し、鉄パイプ爆弾を武器とするゲリラ部隊で行うべきだ。この春の前段階蜂起は、その力を広範囲に結集すれば達成できる。それに分散化した部隊の方が、権力の集中的な弾圧から逃れやすい。いや、武装闘争は今後この中央委員会が主導していく。党派制の喪失は赤軍派の解体を意味する。あおかお前は爆弾がいくらあってもゲリラ戦は勝てないんだよ。ゲリラ戦には銃が必要なんだ。政治家庭は爆弾の開発とは違う。いなし、いいか、我々は春の全段階放棄よりもまず党の武装化を視野に収めなければならない。そのために中央委員会の下で軍事闘争を行う中央軍、乗船や公然活動を行う革命戦線に組織を明確化したい。バンド、小西、松田、お前ら3人で軍の部隊を組織してくれ。頼んだ。青戸、お前は革命戦線と中央軍との連絡役だ。いいな。重信さん、重信さんは国際根拠地化委員会をお願いします。いいですね。すでに赤軍派を設立した幹部はほとんど逮捕されていた。その結果、組織の実権を握るようになったのは赤軍派が誕生する直前に逃亡し、半年ほど前に復帰を許された森だった。森は淀号をハイジャックしたタミヤのかつての直系メンバーで最年長だった。電報です。塚田さん、電報ですよ。電報です。所有性を否定し、革命資金を獲得し、党の軍事化、軍の政治化を進める。もうすぐ三里塚で強制大施行が始まり、千葉県警は警備を三里塚に集中する。だからまずその隙を狙うのだ。 M 作戦を実行する。いいか。ねえ、なんか喋ってよ。いつもの美恵子らしくないよ。
奥平さんって呼ばれてもまだ自分じゃないみたいだけど、とにかく奥平君の戸籍でパスポートが取れたんだから公安に嗅ぎつけられないうちに行くことにしたのよ。我々は今後ここを拠点に遊撃戦を行う。警官に虐殺された芝野同士の革命的精神を受け継ぎ、張り巡らされた権力の監視基地、交番を粉砕し、警官の拳銃を奪え！警官の拳銃を奪い、その拳銃で戦うことこそが、まさに人民革命への第一歩なのだ。我々は赤軍派と共闘し、銃による殲滅戦を貫徹する。いらし。1971年7月15日、赤軍派と革命左派統一赤軍を結成。1ヶ月後、獄中の革命左派議長川島郷の意見により、名称を連合赤軍に変更。向こう山の反革命によってここが敵権力に知られる恐れが出てきた。直ちに次のベースへの調査を始めなければならない。誰？永田です。
足りてたわ。それで小袖ベースも演算ベースも使うのが危険になってしまった。今他の場所を探してるのよ。革命をやるには一人一人が革命軍の兵士たる自覚を持ち、自分自身を客体化する必要がある。実は俺たちも同じような問題を抱えている。我々はなぜ自然成長的であり経験的であったか。それは我々の生成赤軍派の誕生そのものが官としての戦術をめぐって存在したこと、歴史的な日本のハンスタ共産主義運動トロッキズムの伝統のもとに世界プロレタリアート独裁を目標とする戦略戦術論にとどまっていたこと、言い換えれば現に自国帝国主義世界帝国主義打倒と社会主義を同時一体的に獲得しつつある過渡期世界の階級闘争世界革命戦争の戦略問題を獲得するには、我々自身の生成発展を含めた世界共産主義運動の歴史的論理的な根底的総括共産主義論戦略戦術の獲得によって、初めて自らの自然成長性経験主義と戦うことができるということである。あんたたちいつまで起きてんのよ。眠りはしない。もうこんな生活嫌。よしよしこ、待って落ち着け。大丈夫だよ、落ち着け。分かったから。よしこ、もうやだ、落ち着け。よしこ、よし落ち着けって。連絡役は大変かもしれないけど重要な任務なんだ。革命を実現するためにあなただけじゃなくてみんな厳しい任務になってる。そうやってこれまで作戦を成功させてきたじゃないか。これからも一緒にやっていこう。でもこれから殲滅戦が始まれば今までのようには行かなくなるんだ。もっと過酷な任務や思いがけない試練が待ってるに違いない。それが革命をやるということなんだ。だからうちに帰りたければ帰ってもいいし、どこかに行きたければ行ってもいいよ。とにかくあなたはどうしたいんだ。希望を言ってくれ。私はリュウちゃんといた。スパイ、密告者、脱走者は断固処置する必要がある。そういった過程を通して我々自身を飛躍させなければ銃による殲滅戦は貫徹されないんだ。この前おじさんちでデカに会ったんだって。何話したの？教えてよ。別に何も。ねえ飲みなよ。はい、いやいいです。それじゃあ俺これで借りますんで。よう向こう山元気か。人と会う約束がありますので抱え出していただきます。今ゆっくりしてけよ。大事な約束なんで。誰だよ。手がか。やめろ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 。その前に何か言わせたか。え？自らが犯した誤りを認めなければそれは単なる死だ。きちんと総括させて自己批判させなければ革命的な死にはならないぞ。確かにそうね。それで
赤軍派の方の問題はどうなったの？私も山に連れてってお願い。持ち原は処置したんだろうな。俺の弟たち。加藤家の革命左派3兄弟ね。頑張って。はい。みんな任務に出てんの。今私たちだけよ。よし。おい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 、先越されたな、中核の奴らに。中核もやるじゃないか。川島、逮捕状だ。おい、おい、おい、みんな、赤と松本がひよった。何やってんだ。僕たち山を越えて南アルプスへ行くんです。ああ、そっか。何かあったら上の小屋使いなさい。ありがとうございます。地下の中央軍にずっと編入してくれって頼んでんだけどさ、なかなか聞き入れてもらえなくて、どうも疑われてるみたいなんだ
くようしてもしょうがないじゃない。元気出しな。これからが私たちの出番よ。沖縄が返還される来年の5月までに本格的な戦闘が始まるのよ。身震いするほど厳しい戦いになると思うけど、私やる。空気入ってんな。私自身もう一度赤軍兵士として生まれ変わりたいと思ってるの。僕も早く呼んでくださいよ。あんまり落ち込んでちゃダメよ。まず全体会議を始める前に追悼問題を提起したい。革命さんこの荒倉ベースが途中水のない尾根で一泊しなければならない工程であるにもかかわらず、誰も水筒を準備してこなかった。幸い我々の補給によって事なきを得たが、これは場合によっては共同軍事訓練の実施を危うくしたかもしれない重大な誤り案。我々はまずその革命的認識の欠如について自己批判を求めたい。確かに水筒については我々の認識が甘かった。これまでのベースで水の問題が起きたことがなかったので、皇帝が途中尾根で一泊と聞いても考えがそこまで及ばなかった。そういった認識不足が訓練計画そのものを破壊しかねないものであったことを認め、自己批判します。今後は革命的認識をさらに高め、銃による精密性を戦い抜きます。いきなし。行きなし。よし、よし、よし。
んで山に来たの？なんでって、軍事訓練に来ました。違うのよ、あなた自身どんな気持ちで来たかということよ。私は革命戦争をさらに前進するために自ら軍人になり革命戦士になる必要を理解したから。世界革命戦争の持久的大義段階においては先進国における革命戦争の発展が必要である。あなた自身どんな気持ちで山に来たの？あなたは自分自身のことちっとも語ってないじゃない。なんで山に来たの？何を言えばいいの？私たちが聞きたいのはそういうことじゃなくて、もっと実際的なことです。私たちが聞きたいことはどうして革命兵士になろうとしたのかということです。革命戦争を担うためには軍の質を獲得し軍の質で行動しなければならず。違うんだな、もっと現実的なことなんだな。極めて現実的なことなんだかな。それじゃあなんで今朝化粧してたの？山に来てどうして化粧する必要があるの？なんで髪の毛を伸ばしているの？これは前は髪が短かったし警察もそれを知ってるから非合法活動のために伸ばすことにしたの。それならカツラを使えばいいじゃないの。伸ばす理由は他にあるはずよ。なんで伸ばすの？小山さん、どうして指輪外さないの？これは母から譲られたもので大事なものなんです。あなた会議の最中に髪を溶かしたりしてるじゃないの。彼女はまだ兵士になったばかりで、また我々も女性問題が解決しきれていない。問題の提起を積極的に受け止めます。これはきっと星アジトと山岳ベースの違いであり赤軍派と革命左派の作風の違いだと思う。あなたたちはこの山に来て何をした？何もしてないじゃないの。赤軍派は何も分かっちゃいないのよ。こんな立派な山小屋があるし食料だってたくさんあるじゃない。山岳ベースでの生活はこんな簡単なものじゃないのよ。これじゃ革命左派が今まであんなに苦労してきた意味がなくなるわ。このままじゃとても一緒にはやっていけません。我々は革命左派による遠山批判を赤軍派全体への批判として受け止める。革命左派の相互批判自己批判は自然発生的なものであっても共産主義家という観点からは評価に値し、今後はその観点から個々の革命運動への関わりを提起しなければならない。相互批判を通して一人一人が共産主義化することによって銃による殲滅戦は勝利できるのだ。異議なし。したがって遠山同士がこれまでの活動を総括し共産主義化できるまで山から下ろさない。我々は全員で同志遠山の総括を援助し彼女自身も総括できるよう努力しなければならない。それ以外に総括が必要な者全員総括を要求する。任務以外で山を降りる者は処刑する。異議なし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 。なし。
山田さん、交代お願いします。あ、分かった。お連れ。お願いします。こんなところに傷がついてる。銃の管理は進藤の担当だったな。進藤！その傷を見逃した責任は重いぞ。進藤、お前とはずっと一緒に活動してきたから俺に言いたいこといっぱいあるんじゃないのか。構わないからどんどん批判してくれ。俺はこれまでの活動をちゃんと総括したいんだ。ああ、あるある、うん、山ほどある。ねえ上垣さん、総括ってどうやるの？わかる？そう言われても別に決まった方法があるわけじゃないから。遠山さん、あんた全然分かってないじゃないか。総括を人に教わることなんかできない。自分にとって何が一番革命的な課題かを自分自身で探り出すのが総括なんだ。それから進藤、銃の傷すら見つけられないお前に上垣を批判する資格は。上垣を批判する前にまず自己批判しなきゃならないことがたくさんあるだろう。二人とも訓練によって総括しろ。アメリカだ！お前はだ！三人とも、これまでの戦いにどんな意識で関わったのか、その意識とは、どんな意識だったのか、それをこれからどう使用していくのか、それを考えろ！走ってかい！よっ、行くよ！3人は意識が遅れてるから甘やかしちゃダメだ。みんなで彼らが総括できるように指導していく。彼らが総括できるかどうかお前たちにももちろん責任がある。総括完成です。おーイエスイエスイエス、革命戦士になるぞ。おー、これから彼らを一人ずつ呼んで結果を聞く。だが総括の内容はあくまでも彼ら自身に言わせなければ意味がない。訓練によって何を獲得した？私は生まれ変わって革命戦士としてゼロからやり直そうと思います。ダメだ。そんなことは総括でも何でもない。もっと主体的に総括を続行しろ。はい。これまでの活動をどう総括した？特にお前がパクられた東大安田コードの戦いをどう位置づける？
全く総括ができていない。僕は今まで殲滅戦に向けて曖昧な気持ちがありました。でも訓練を通してそれを拭い去ることができました。違う。お前は持原義子を通して赤軍派中央軍を重大な危機に陥れたんだぞ。それを総括しないで何を総括するんだ。お前も続行だ。そやさん、そやさん、もうちょっとだ、頑張って。そやさん、しっかり。革命沢の春菜ベースへ行く。一週間したら戻ってくるから、それまでに総括をちゃんと終わらせておくんだぞ。大山はパレスチナの重信に金を送ってるはずだ。そのルートと金額を聞き出してくれ。たぶらかされるんだ。富山さん、重信さんに連絡するときはどこへ手紙出すの？金も送ったんでしょ。いくらくらい、どうやって送ったんですか？森さんが知りたがってるんだ、教えてよ。俺たちに言えないのならこれに書いてください。封筒に入れて森さんに渡すから。どうぞ。いらっしゃい。まず徹底的な会議をやろう。1年前、革命沢による 12.18 神明津国宝襲撃闘争は、敵との攻防がまさに殺すか殺されるかにあることを提示し、銃による殲滅戦を勝利するには武装を勝ち取ることが革命的方法論であることを明確にした。引き続き戦われた 2.17 真岡銃奪取闘争は、この 12.18 神明津闘争の実践的総括として戦われたが、この銃による革命奪取による革命化された銃は敵の集中的弾圧を試験させ、徹底的に殺すか殺されるかの戦争状態の中で銃を守る戦いを要求した。革命さんは自然発生的に山への撤退戦を戦い、銃を守る戦いを貫徹してきたが、銃奪取戦の実践的総括、最終的には銃による殲滅戦へと至るこの過程の中で、我々は今一度おのおのが革命化されているかどうかもう一度認識し議論しなければならない。まず今日はその議題において、おのおのが真に殲滅戦に至る過程が確保できているかどうか、おのおのにもう一度問いたい。したがって赤軍派と革命沢が別個の主体として共産主義化を勝ち取るのではなく、銃と連合赤軍の地平において同じ主体として共産主義化を貫徹すべきだ。うん、意義なし。帰りなさい。兄ちゃん、おかえり。私は革命左派指導部に絶対の信頼を置くものである。12月18日、板橋公会堂で開催された
芝野同志虐殺弾劾追悼1周年集会は銃による殲滅戦へ向けた偉大なる一歩であった。しかるに指導部は主催者名から革命左派の名を下ろし、かつ予定外の発言を求めた。さらに集会を準備した合法メンバーに対しては分派主義と規定した。合法メンバーは指導部からの指示に従い 12.18 集会を開催したのであり、何ら批判の対象とはならない。今こそ獄中合法軍の結束を強化し、銃による殲滅性を貫徹すべき時である。よって集会を混乱に陥れ、合法メンバーを分派主義と規定したことに指導部の自己批判を求める。加藤君、先月これまさでパクられたのに、なんであんただけ23日で出てこられたの？完全に黙秘したからだと思います。刑事と雑談ぐらいしただろう。はい、カツ丼を食べさせてもらいました。雑談したら完全黙秘にはならないんだよ。でも調書は一本も作らせていません。殲滅戦の時代の体験力関係は雑談をしたら完全黙秘にはならないんだ。獄中での総括はまず自分が逮捕されたことへの自己批判から始めなければならない。そうよ、パクられた時のこと全部話しなさいよ。お前、今までの活動を全て総括する必要がありそうだな。僕は最近死のことを考えてしまうんだ。俺もそうなんだ。総括と言うけれど、何をどう総括したらよいのか分からなくなる時がある。森さん最近すごい勢いだからな。森さんだったらやりかねないよな。でも俺はやはり逃げてはダメだと思うんだ。革命を勝利するためにこれまでの活動の総括は必要だ。おじけづかない方がいいぞ。お前、森さんたちの前で今までのような態度はやめろよ。慎重にな。分かってる。僕が飛躍できるかどうか今こそ問われてるんだ。すっ、待ってくれ、風邪ひいてしまう。
どうした？大丈夫か？また怒る気がして。カズちゃん、大丈夫だよ。もう二度とあんなこと起きないから。私死にたくない。もう山を降りたい。ダメだよ、そんなこと言っちゃ。知られたら大変なことになる。永田さんや関郡花森さんが言っていることがちっともわからない。どうすればいいの？苦しいけど、ちゃんと総括すればいいんだ。どうすれば総括できるの？私たちが総括さえすれば革命ができるの？お前今総括中だろ。何やってんだ。真面目に総括してんのか。おい加藤。おい、ここどこだと思ってんだ。加藤と小島が神聖な党の場を汚したのよ。我々は今総括要求の限界を打破しなければならなくなった。そこで総括の限界を超えるために殴るという指導を行う。殴られて気絶すれば、それから目覚めた時新たな人間となって共産主義化は可能になる。殴ることは指導である。今こそその指導を実践しなければならない。中による殲滅性へ向けて結成された党を鍛えるのだ。行きなし。おい加藤、ハレンチ行為を自己批判し要求されてる総括に答えろ。釣り刑場には銃の鑑定が抜けていました。お前、殲滅線を鑑定する気が本当にあるのか。逮捕された時、権力の包囲網を突破しようとしなかったこと、自己批判します。神聖な党の場を汚しました。頑張れ。いいか、これが総括の革命的実践なんだ。もっと革命的になれよ。加藤、よくも俺をプチブリ呼ばれしたな。小島さん、小島さん、あなたも同罪よ。立って。待って待って待って、ね、男が殴ったって彼女には意味ないわ。喜ぶだけよ。杉崎さん、金子さん、待て待て、しっかりしろ。頑張れ。放火するんだ。泣くなよ。ちょっとみんなどいて。あなたたち早く来なさい。ほら、あなたたちも殴って、彼がちゃんと総括できるように早く殴って。ほらほら、あんた、ねえ、あんた自身が飛躍するためにも必要なのよ。苦しいでしょうけど頑張って。殲滅性の試練だと思え。
一成、この状況を克服して早く総括を終わらせるんだ。事故の主義を示せ。加藤への総括要求は自己批判を外在化する形で行われた。だがお前は以前加藤にプチブル的と呼ばれたことを恨んで個人的な感情で彼に総括を求めたな。これは総括の意味を歪め加藤の共産主義化を矮小化することだ。したがってお前にこれまでの活動の総括を求める。尾崎君、 12.18 をどう総括するの？あなた柴野君から誘われたのに神赤塚に行かなかったんでしょ。もしあの時もう一人いれば柴野君は警官に虐殺されずに済んだかもしれないのよ。それをどう総括するの？もし 12.18 に行ってたらどう戦ったんだ？警官とどう対峙するのか今実際に示してみろ。誰か警官役をやるやつはいないか？指令を伝える。赤軍派は明日ここから撤収する。富山、進藤、行方の3名は総括を確認し我々と共に榛名ベースへ移動。上垣と山崎は全ての指紋と遺留品の消去を確認してから榛名ベースへ移動。青戸は東京の革命戦線へ連絡に行く。以上。スイタ、スイタ、あいつは総括の意味がまるで分かってない。このまま尾崎を放置しておいても会員は総括なんかできないだろ。カードの時は総括させるため顔を攻撃したけど結局総括を得られなかった。総括要求はまず毀然させるべきなんだよ。尾崎の総括要求は毀絶させるために腹を集中的に狙おう。
精神をもっと革命化させ、俺に勝利しろよ。今夜は大晦日なのでごちそうよ。食べる前に報告がある。総括を要求されていた尾崎が死んだ。彼の死は自らを共産主義がしえなかった敗北である。尾崎は我々の命がけの共産主義か、つまり党建設の戦いに最終的に勝利できず自ら死という敗北を招いたのだ。彼を死に至らしめたのは我々ではない。彼自身その死体において敗北主義を総括できなかったがゆえに死という結果を招いたのだ。我々は彼の敗北を乗り越えてさらに前進する決意を新たに新年を迎えなければならない。いただきます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 。尾崎は革命左派の拠点東京水産大学で坂口の後輩だった。銃の管理が甘く傷を見逃してしまったことを自己批判します。そんなことで銃による殲滅戦を戦えると思うのか。持ち腹を逃がし党を危機に陥れたことはどう総括する気だ。立て、しっかりしろ。しろ、革命のためだ。総括しよう。共産主義化しろ。なんで、こんなことが、こんなことされなきゃいけないんだ。
命をするために。本当にこんなことが必要なんですか。なぜこうされているのか自分で考えよう。自分自身で総括を鑑定するんだ。おい遠山、なめ方は、お前たちの総括は終わったのか。総括ができているのならやれるはずだ。お前たちもやれ。早く来い。何総括してやんだよ。お前もお前もやれよ。やれよ。私にはできないわ。あんた荒倉で何してたの？だめだ。いつの間に服を着替えたの？どうして山に来て、山に来てまでおしゃれにこだわるの？統括できてないじゃないか。反党主義だ。新藤は69年1月東大安田講堂で逮捕、釈放後東京の山谷や横浜の寿町など日雇い労働者の町で活動し赤軍派に加わった。 M 作戦の実行部隊のメンバーだった彼は森の指示に従わず持原芳子の処刑を避け逃亡させた。小島は寺林牧江の後輩で革命左派の中共安保共闘結成に参加、加藤義則の恋人だった。前年の8月廃棄安子と向山重義の処刑を手伝わされ、彼女はそれをずっと悔やんでいた。ただいま戻りました。同志2名、お連れしました。失礼します。ご苦労さん。お疲れ様。よし、写真だな。元気か。進藤は
黙ってないで何か言いなさいよ。今までの発言は全然総括になってないんだよ。本当に総括する気があるのか。赤軍派の創立メンバーだからと言ったってここじゃ関係ないんだからね。私は小島さんのようになりたくないです。死にたくないです。とにかく生きてたいです。でも本当にどう総括したらいいのかわからないんです。違う、お前は何も分かってない。死にたくないとか生きたいっていうのは自らの思想性の放棄に他ならない共産主義化に対する敗北だ。自らを共産主義化して党建設に貢献することが生きるってことの唯一の意味なんだ。ちゃんと総括しなさいよ。自分を何だと思ってんの。だからあんたはダメなんだよ。共産主義化の意味を分かってんの。あんたね、女を武器に使うんじゃないよ。死んでも反革命なんだ。私は死への恐怖を克服しなければ革命戦士になれないと思って遺体を運びました。これで戦士に一歩近づけたと思います。そんなこと聞いてんじゃねえよ。お前は本当に自分自身を総括できるのか。できます。よし、それなら自分で自分自身を殴ってみろ。はい。さあ、どうして援助なしにどう総括するのかやってみせろ。はい。自慢の唇を殴れ。はい。花、はい、高い花をへし折れ。二度と流し目ができないように目を狙え。はい。
括できるまで続けなさいよ。甘っとれるな。男にこびてきた顔がどうなったか確認しなさいよ。お願いします。トイレに行かせてください。トイレに行かせてください。お願いします。汚い女だな。兄ちゃん
兄ちゃん、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 こんなことしても今まで助かったやつは誰もいないじゃないか。こんなの革命なんかじゃないよ。革命左派で廃棄安子と向山茂雄氏の処刑に反対したのは加藤と前澤だけだった。なめ方は岡山大学の全教頭として東大安田講堂に立てこもり逮捕され、保釈後赤軍派に参加した。共産主義家の問題は闘争経歴の長さやかつての問題点の大きさによって問われるのではない。神道結成殲滅戦の開始へ向けて自己の共産主義家革命投下によって評価されるべきだ。我々赤軍派はその意識が遅れていた3人に対しすでに総括要求を終了した。共産主義家は永続的にいくつかの結節点を持って発展するものである。そこにはプロレタリア的誠実さ、人間性が求められる。我々がさらなる共産主義化を推し進めるためには
敗北した6名以上の努力をしなければ勝利しない。それぞれが自らの活動を点検し、その課題を洗い出してほしい。黙ってるということは自分の活動に問題が何もないということ。本当にみんな共産主義化し得るの？革命に勝利するには党の一人一人が徹底した自己批判をやり遂げなくてはならないの。みんな真剣に自分の課題と向き合い、しっかりそれを総括して。私はこのままだと共産主義化を達成できそうもありません。なぜなら私は昨年逃亡して処刑された向山君と男女関係を持ちました。そのことと獄中の渡辺君とのことを総括しなければ共産主義化はできないと思います。それだけ？合法メンバーに会った時、カンパのお金でパンタロンを買いました。また連絡で山を降りた時、高崎でパーマをかけました。おじさん、お月は第二の堂山よ。ちゃんと総括させましょう。いいだろう。革命左派内の堂山問題を解決すべきだ。他にはいないの？私、尾崎の総括の時、金子が無意味だと言ったの聞いたわ。なんだと？それに金子は吉野と別れて、お腹の子を我が党の子ではなく自分の私物にしようとしている。寺岡君、あなたは何か点検することはないの？自分は永田さんを押しのけて党の最高指導者になりたいと考えたことがあります。それをどう総括するの？組織を利用しようと考えたことを自己批判します。お前は我々を利用し組織を私物化しようとした。お前はスターリン主義者だ。お前は死刑だ。寺岡は総括ではなく死刑を宣告された。彼は永田坂口に次ぐ革命左派の幹部だった。栃木県真岡市の鉄砲店襲撃、廃棄安子、向山茂吉の処刑を現場で指揮した。寺岡の処刑に一人一人がどのような思いで関わっていたのか確認したい。山崎、お前処刑の時にみんなの後ろにいたのはなぜだ？寺岡さんと同じ問題を抱えているので、自分も処刑されるのではないかと思ったのです。それはどういう意味だ？
正直に言うと僕も計算高くなったり人間を利用してしまうとこがあるから。寺岡と同じスターリン主義者だ。お前も死刑だ。山崎も寺岡と同じく死刑だった。彼は赤軍八中央軍のメンバーで M 作戦などを実行した。ドイツで小学生の頃を過ごし、東京の名門日比谷高校の出身だった。反革命によって党が危機に直面している今、革命戦士となるためにより一層の総括が一人一人に求められている。金子さん、最近あなたの総括少しいい加減になってきたんじゃない？お腹に子供がいるから。そのことに甘えてるんじゃないの？あなた、森さんのことどう思ってるの？かわいい目をしたそうだと思います。絵が可愛いとはどういう意味だ？お前は指導者を指導者として見ていない。そんなことで革命戦士になれると思うのか？もっとしっかり統括しろ。大月さん、あなた逃亡者の向こう山と男女の関係を持ったってこの前言ってたわね。あれは裏切り者の向こう山から情報を聞き出すために関係を持ったことをずっと隠していたことが反革命的な行為なのよ。戻りました。森さん、奥沢です。よろしくお願いします。頑張りましょう。なぜ指示通り車止めなかった？あそこでは僕の判断が正しかったと思います。党の指示に従えないのかい？お前、総括してもう一度魂から鍛え直せ。
山本は勤めていた会社を辞め、退職金を革命左派に還付し、妻と子供を連れて山に入った。大月は革命左派で永田に次いで活動歴が古かった。神赤塚交番襲撃で重傷を負った渡辺正則の恋人で、24歳の誕生日まであと1週間だった。車の修理無事終了しました。おう。あら、二人ともお風呂に入ってきたの？ええ、車の修理の間時間があったんで町の銭湯に行ってきました。自分たち二人だけで銭湯に行ったのか？どのような意識でそのような行動を取ったのか、総括を求める。奥沢まで入れたのはまずかったですか？そんなことを問題にしてるんじゃない。なんだその特権的な言い方は。山田、金子は大月節子、杉崎美佐子とともに革命左派で花の横浜国大トリオと呼ばれていた。彼女は妊娠8ヶ月だった。お腹の子の父親はその時同じ小屋にいた吉野正邦だった。春菜ベースの後始末を頼んだわよ、坂口くん。あとは頼んだぞ。どうしたすぐ。大変です。山本さんが脱走しました。警察が来るかもしれないぞ。俺は戦うが、お前どうする？了解。僕も戦う。ベースの解体部隊にここは危険だと伝えてくれ。集結場所は妙義山の洞窟だ。場所はこの地図に書いてるから。死ぬことで革命が前進するなら喜んで殺されてやる。革命はどこにあるんだ。森、お前こそ総括しろ。文東京都府委員長を務めたこともある山田は赤軍派議長塩見隆也の側近だった。体を壊して療養生活を送り、森が支配する赤軍派に一兵士として復帰した。脱落者3名以外全員妙義山の小森さんに移動し、山田はそこで敗北死しました。私、あなたと別れて森さんと一緒になる、共産主義家の観点からはそれが正しいと思う。
は思想的な面で永田さんに依存してきたから、それを断ち切りたいと思う。僕は今まで山に連れてくることができないような女と結婚していたことを総括する。僕と永田さんが一緒になるのが一番正しい。そうやって考えなかったら共産主義かなんか達成できねえんだよ。なるべく早く女房に話す。子供もいるしな、泣かれると思うけど。ちょっと永田さんと二人で話をさせてほしい。あなたのことは好きなのよ。そういう言い方もう許されないと思う。総括について君はどう思う？権力との攻防が激化する中で革命戦争を進めるにはどうしても一人一人の共産主義化が必要だわ。僕はもう総括が何を意味するか分からなくなった。森さんが寺岡を死刑にした理由が未だに分からないんだ。寺岡は分派主義者であり逃亡や密告の恐れがあった。また彼には革命戦士としての資質に問題がある。山へ帰る。大丈夫よね坂口くん。大丈夫だよ。上書きです。樽のベースが垂れました。すぐに移動しないとまずい。銃を持った敵を殲滅しても銃を持たない敵が依然存在する。銃を持った敵を殲滅しても銃を持たない敵が依然存在する。それは敵の毒素だけでなく自分の汚れも洗い流す。それは敵の毒素だけではなく自分の汚れも洗い流す。革命戦争は解毒剤である。革命戦争は解毒剤である。
いつでまた会えたらそれ返すよ。ああ、倍にして返してやるよ。バカ野郎。おい、ラジオつけてくれ。明日の朝、盾に分かれて包囲網を突破しよう。じゃあ行くわ。またな。気をつけろよ。ありがとう。行け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 行
たぞ。あと大丈夫だ。止まれ。我々は革命軍です。申し訳ありませんが、しばらくの間ここを占拠します。あなたに危害を加えるつもりはありません。お願いですから、しばらくの間静かにしていてください。他に誰かいますか？お客さんがいますが、今スケートに行っています。何時に帰ってきますか？6時頃です。その他には主人がいます。今は犬の散歩に行っています。申し訳ありませんが、手を縛らせてもらいます。これからどうするつもりですか？とにかくここで体勢立て直そう。いいだし。
大丈夫。共産主義者です。我々の目的は資本家の利益のために民衆を抑圧する政府権力の打倒にあります。つまり戦争や不平等をこの世の中からなくす革命のために戦っているんです。この山荘に侵入したのは、例えばデモの最中機動隊に追われ民家に助けを求めたようなもんなんです。だからあなたは決して人質じゃありません。我々はこの山荘の管理人としてのあなたにこの場所を借りているだけなんです。今後の方針に関して中央委員会開く。このままではどうにもならない。ここから打って出て包囲網を強行突破すべきだ。山荘は幾重にも包囲されてる。それは無理だ。俺も強行突破は不可能だと思う。彼女を連れて行けば脱出が可能だ。警察も迂闊には手を出せないだろう。どこへ脱出するんだ。警察はずっと追ってくるぞ。それなら彼女を人質にして森さんと中田さんの釈放を要求しよう。警察が応じるわけないだろう。強行突破で玉砕してもしょうがない。ここで徹底抗戦だ。徹底抗戦だったら彼女は必要ないじゃないか。それなら今すぐ解放すればいいんだよ。いや違う。一日でも長く抵抗するためには彼女がいた方が有利だろう。困ってる中で圧倒的に強大な権力と戦うには敵の弱みをつくしかない。民主主義を掲げる警察は建前として人民大衆の命を粗末にできないはずだ。したがって我々が彼女の身柄を一時的に確保するのはあくまでも敵権力と対峙するための戦術だ。この戦術は戦略的対峙のために許される。方針は奥さんを守りながら徹底抗戦。それでいいな。いいなし。食料の状況からしてあと1ヶ月戦いだ、うん、今日から米を節約して増水にしたぞ。意義なし。これからは持久戦だな。弾丸も節約しろよ。意義なし。意義なし。Yeah.
オイラを利用しやがって、汚い奴らだ。俺の実家は千葉で花屋をやってんだ。田舎だからきっと近所から村八分だろうな。俺の親父は会社を辞めなきゃなんねえだろうな。中国政府要人と固い握手を交わし、その後キッシンジャー補佐官と共に、信じられないな、中国共産党主席と会談しました。ねえ、愛国はどうなるんだよ。まーちゃん、アメリカのニクソン大統領が中国に行きました。時代が変わったのよ。だから銃を捨てて早く出ていらっしゃい。警察はあなたたちが出てくるんだったら絶対撃たないって言ってます。七田さんたちも捕まったけど無傷だったのよ。奥さん、沢口さん、玄関先に変な奴が来ています。関軍さん、関軍さん、私は文化人です。あなた方の気持ちが分かります。私は奥さんの身代わりに来ました。関軍さん、私はあなたの味方です。妻も子供も捨て、新潟からやってきました。だから、中に入れてください。帰れ。帰れなんぞ。ニュースをお伝えします。浅間山荘では依然として膠着状態が続いています。この状態を打開して人質を早期に救出するため、長野県警では今日午後、武装した機動隊員による強行偵察を行う予定です。これに先立ち、後藤田警察庁長官は談話を発表し、説得工作を今後も続けていく考えを明らかにしました。you
どうだ、本さん。何も動きはありません。音だけですよ。テープを流して騙そうとしてるんです。お前元気か？寒くはないか？みんな来てるから頑張るんだぞ。みんなで帰ってくるの待ってるからね。姉さん大丈夫？もうちょっとの辛抱だよ。もうすぐ出られるから頑張ってよ。山荘の皆さん、私の娘を返してください。皆さんの目的はもう十分に達せられたと思います。だからどうか娘を出してください。みんなを安心させたいんです。ほんの少しの間でいいですから、バルコニーに立たせてくれませんか？ダメです。電話でもいいです。電話をかけさせてください。元気なことを伝えたいだけなんです。警察はあなたが大丈夫なことをすでに知ってます。奴らは盗聴器を使ってますから。ご家族にああ言わせてるのは権力が世論を操作するためなんです。辛いでしょうがこらえてください。しっかりするんだよ。みんなついてるからね。頑張るんだよ。邦夫ちゃん、お母さんな、あんたを生きがいに今日まで一生懸命働いてきたんよ。あんたたちが世の中よくしよう思ってやってきたことはみんなようわかってる。警察の人も褒めてます。でもな、人を痛めつけたらあんたらも痛めつけられんなら。一日でも二日でもここで待ってるから早う出てきてちょうだい。邦夫ちゃん、一緒に帰ってご飯を食べましょう。
今日坂東は作戦中に配給以外の食料を食べた。これはこの銃による殲滅戦において極めて重大な軍規違反である。自己批判を求める。いや、作戦行動では一定程度の自主性は容認される。それが重大な結果を招くのでなければ、作戦中の食料補給は個々の判断に任せるべきだ。俺たちは革命的規律を求めて同志たちに総括を要求したのでなかったか。あんたが食べたあのクッキーこそ反革命の象徴なんだよ。今は戦時中だ。敵と戦ってんだ。やっと本当の敵と戦ってんだよ。だからクッキーに革命の反革命があるか。なんだと。あんたそれで同志に顔向けできるのか。自己批判しろ。自己批判。何のためにここまで来たんだ。銃は権力に向けろ。どうしだろう。坂東、お前が自己批判すりゃ済むことだろう。任務中につまみ食いをしたことを自己批判します。これからは革命的規律を守り、団結を固くし、殲滅戦を最後まで戦い抜きます。警察の動きを見ていると、もうすぐ強行突入を仕掛けてくるかもしれません。最後にあなたの立場をはっきりとさせておきます。警察は圧力を強める以外なすべき処置を知らないんです。今後一層熾烈な戦いになるでしょう。でも我々は決してあなたを傷つけることはしません。この約束は守ります。我々がここにいるのは警察と戦うためです。ですからあなたを人質として扱うつもりはありません。我々はあなたに味方になってくれなどとは言いません。でも警察側についてほしいとも思いません。どちらの側にもつかず、この山荘の管理人として中立の立場を取ってほしいんです。警察はさもあなたの安全を心配しているようなことを言っていますが、彼らの狙いは我々です。警察は民間人一人犠牲になることぐらい何とも思っちゃいません。彼らの本当の狙いは我々から革命という政治目的と社会意識を奪うことにあるんです。警察はあなたが安全なことをずっと前から知っています。我々が警察と戦うためにもあなたには中立の立場を取ってほしい。もし奴らが強硬手段に出たら、我々は全力を持ってあなたを守り抜きます。警察と戦うってどういうことですか。革命を起こすんです。革命ですか。この日本の社会を根本から作り変えるんです。あなただって日本がこのままでいいとは思わないでしょう。どんな事態になろうとも中立を誓ってくれませんか。中立ってどういうことですか。警察側にもつかず、我々側にもつかず、管理人の立場を守ってくれればそれでいいんです。
かりました。でもお願いが一つあります。もし裁判になるようなことがあっても私を証人として呼ばないでほしいのです。お願いします。わかりました。約束します。ありがとうございます。軽井沢警察署長から浅間山荘で人質を監禁している犯人に告げる。今からでも遅くない。これ以上罪を重ねることなく人質を解放し銃を捨てて出てください。また話し合いを望むなら人質を連れて白い布を持ち警察官が見えるところに立ちなさい。警察はもうこれ以上待てない。繰り返し犯人に警告する。いよいよ総力戦だな。俺たちには勝利か死か、どちらかだ。死んでもあの世で会えるだろう。生滅戦が焦れなくてよかった。明日になってたら命日が4年に1度しか回ってこないからな。
同志たちにも食べさせてるってよかったな。流れたあいつらの血を受け継ぐのが俺たちの戦いだ。俺たちの借りは死んだ同志たちにある。この借りを返そう。落とし前をつけよう。何言ってんだよ。今さら落とし前がつけられるのかよ。俺たちみんな勇気がなかったんだよ。俺も あんたも
1年前の今日のなんと暗かったことか。この1年間の事故を振り返ると、止めどもなく自己嫌悪と絶望が吹き出してきます。方向は分かりました。今僕に必要なのは真の勇気のみです。初めての革命的試練、跳躍のための。